ラップランドは、スカンディナビア半島北部から、コラ半島に至る地域で、伝統的に、サーミ人が住んでいる地域を指す。スウェーデン、ノルウェー、フィンランド、ロシアの4カ国に、またがっている。ソ連崩壊とグローバル化の進展に伴って、既存の国境は重要ではなくなってきており、国境を越えた協力が、重要視されている。これはこの土地に住む、サーミ人。 サーミ人を問わない思想である。ラップランドは、フィクション作品などで、サンタクロースが住んでいる場所とされることがある。サーミ語のソップミートは、サーミーの土地を意味する。日本で通常使われるラップランドとは、スウェーデン語のラップランドを英語化したものである。フィンランド語では、ロッピー、ノルウェー語では、セムランドと呼ばれる。ただし、ノルウェー最北部の県は、 フィンマルク県という名前である。元来は、ラテン語でフェネと呼ばれていたが、13世紀に、ラポニアと呼ばれるようになった。ロシアでは、と呼ばれる。彼らを故障する際に、どの言語を使って何と呼ぶかという点については、政治問題にもなりかねない配慮が必要な問題となりつつある。ラップランドという故障が本来、辺境の地を指す別称だからである。 本校では、その本来の意味合いよりも、日本での知名度を考慮し、ラップランドの表記を優先する。サーミ人の旗は、1986年8月15日に、スウェーデンのイェムトランド県で行われた、サーミ人会議で制定された。多くの図案が競合したが、最終的には、ノルウェーのトロムス県の芸術家ストリッド B、HL のデザインに決定した。 デザインは、シャーマンの太鼓と、南サーミのアンデルス・フィエルナーの詩であるペーブン・パルネをモチーフにしている。その詩の中では、サーミ人を太陽の息子と娘と描写しており、旗の円は太陽と月を表し、サーミ人の色である赤、緑、黄、青を持っている。パントーンカラー番号では、赤、485C、緑35 C、356C、 116c、青、286c。スカンジナビア半島北部からコラ半島にかけて大まかに行ってしまえば北極圏限界線から北がラップランドである。西部はスウェーデンのラップランドでフィオルドや深い谷、氷河や山が続く地域である。もっと東はフィンランドのラップランドで低い高原に多くの湿地や湖があり。 フィンランド最長の川であるケミ川が流れている。最東端にはツンドラ地帯が広がっている。極北の地であることから南部の森林密集地域を除いては植物もまばらである。代わりにラップランドでは鉱物資源が豊富でスウェーデンの鉄鉱石、ノルウェーの銅、ロシアのニッケルアパタイと等の高価な交渉を持っている。トナカイ、クマ、 狼の動物や鳥は陸鳥だけでなく海鳥も活動している。また、この地域には海にも川にも多くの魚場がある。いくつかの湖では気仙が利用され、またいくつかの港は不登校である。ラップランドの人口はおよそ200万人で、そのうち住民の5%程度がサーミ人であり、フィングゴルゴ派のサーミ語を話す。サーミ人の3分の1は、 移動生活を営んでおり、夏は海岸部に住み冬は内陸部に移動していく。他のサーミ人は海岸とフィヨルドに散り散りに定住しており、多くは湖の側や谷の奥で村を構成して生活している。サーミ人の多くはノルウェーに住んでおり、そこで彼らはサーメと呼ばれている。彼らの主な職業はトナカイを飼うことであるが、 他方で狩りや釣りで生計を立てる人もいる。サーミ人は9世紀にはノルマン人に、11世紀にはロシア人に征服され、13世紀から17世紀の間はスウェーデンに支配されていた。スウェーデンのラップランドである自治都市、イエリバーレ、ヨックモック、アリエプローグは、1996年にラポニア地域としてユネスコ世界遺産に登録された。 サーミ人のラップランドの土地利用については縄張りが定められている。この縄張りは法的根拠のある権利とは異なるものであり内部の対立を引き起こしている。土地所有の対立について今日の縄張りの根拠は14世紀から16世紀に由来している。より安定した居住地と大きな都市の設立は16世紀から始まった。これには 防衛戦略上の理由と経済上の理由があるが、サーミ人自身にとってももっと南へ移住した人たちにとっても縄張りは境界線として認められた。境界内の土地利用については、境界内で土地を所有するか、村に加入することで使用権を与えられた。だがスウェーデンで90年代の半ばに、その領域内で誰もが自由に釣りや狩りをできるように、 認めた法律が施行されると、サーミは伝統に則っ,った既得権を侵害するものとして起こった。サーミ人はこれまでの歴史の中で認められてきた縄張りの返還を要求して訴訟を起こした。法廷闘争は難航し、1996年にあるサーミ人の村では訴訟資金を得るためにトナカイの名付け親といったサービスも始めた。 これら内部対立の多くは、非、サーミ人である、土地所有者と、トナカイ所有者の対立である。山が、政府所有なのか、それともサーミ人のものなのかという問題についても、回答は出ていない。ラップランドは、ノルウェースウェーデンフィンランドロシアの国境をまたぐ、反国家の体を成している。しかし、完全自治権獲得への動きは見せていない。サーミ人の議会は、 自治とは、かけ離れた、非常に弱い政治的影響力しか持っていない。議会は、スカンジナビア半島の諸政府に支配されているものの、公式な機関であり、民主的に議員も選出している。議会の役目は、サーミ人のために活動することである。立候補者の選挙公約は時に、それぞれの政府の方針と対立することもあるが、サーミ人の権威として、 諸政府に対して若干の影響力を持っている。組織は政府構造に酷似しており、さらなる主権を獲得するよう努力している。ロシアは少数民族であるサーミ人を認めることに対して消極的である。スウェーデンは下記の二つの理由から積極的である。サーミは四つの国にわたる。そこでの主な領土は次の県あるいは州になる。ありがとうございます。